戸田宇治高は、江戸時代末期の大名、明治から昭和期の家族。美濃国大垣藩第11代藩主。大垣藩とだけ12代。イカ君東爵位は、11位。君一頭伯爵。官職は、オーストリア・ハンガリー全権公使、指揮部長官など。嘉永7年7月23日、第9代藩主と脱出の逸王として生まれる。慶応元年10月3日、長の 第十代藩主氏明の病死により、その末期王子として、家徳を継いだ。翌慶応2年7月19日、十五位下宗目星に助任する。慶応4年一1月10日、とは、伏見の戦いの敗戦により、新政府から朝敵として、受落禁止を命じられた。そうした状況の中、過労の小原鉄心が反論を、金労、教順にまとめ上げた。 同年1月16日、宇治高は直ちに上落して、新政府に謝罪し、官軍の東三道陳部士の先方役を務めることになった。4月15日、正式に朝敵から除外され、戦後は一転して、商店録が授与された。明治2年6月18日、大垣藩知事に就任する。明治3年うるう10月19日、大学南校への入学を願う。 明治4年2月、アメリカ留学のために、地藩辞職を辞任する。同年4月4日に、横浜港を出発し、弟子駅らも同行した。帰国後の1879年10月に、文部省御用係を命じられた。1882年、伊藤博文に従って、欧州へ。1884年、伯爵を授けられる。 1886年3月に、講師館三時間、1887年5月に、弁理講師と類進し、同年6月にオーストリア・ハンガリー全県講師となった。さらに、1892年に、宮内省の資料館、1897年に所領、頭兼資料館、1898年に、式部館兼資料館、1900年5月に、九中古門館、 1905年9月に式部長。1908年1月に式部長官となった。1907年11月、訓一等随法省受賞。1921年10月、式部長官を退任する。1928年2月1日、蛇行官志向を仰せつけられた。1936年2月17日、旧大名の中でも、 長寿の83歳で死去した。戸田和明以降の歴代当主と共に、大垣の徳派神社において、祭人として祀られている。無雇用紙の死臭は創生していたため、外村の死臭が家徳を継いだ。戸田伯爵家の岐阜本定以会勲章等、外国勲章廃用隠居。ありがとうございます。